ナンバーアンダーラインアイ4巻おめでとうございます2024年上半期ランキングの全貌2024年上半期ランキング詳細と今後の展望音楽業界には毎年新たなスターが生まれ既存のアーティストが新たな記録を打ち立てる2024年上半期の音楽シーンも例外ではない今年の上半期ランキングで特に注目されたのはクリーピーナッツのシングル ブリングバングバングボーンが1位に輝いたことだそしてアーティスト部門をはじめとして驚異の4冠を達成したナンバー・アンダーライン・アイの存在が大きな話題となっている彼らの成功は単なる偶然ではなく長年の努力と革新の結果であるナンバー・アンダーライン・アイはここ半年で急速に有名になったグループで彼らの音楽は常に時代の最前線にあります彼らの最新アルバムは 多様なジャンルを融合させた独自のサウンドで、聴衆を魅了してやまない。その成功の背景には、メンバー各自の個性と才能が大きく影響している。彼らの楽曲制作プロセスは、常に新しい挑戦と創造性に満ちており、その結果として生まれる音楽は、リスナーに新たな感動と驚きを提供している。n ンバーアン Underline I は、 2024年上半期の音楽シーンで最も注目されたアーティストの一つであり、その脅威の四冠達成は彼らの実力と人気を証明している。彼らの音楽はジャンルの枠を超えた革新的なサウンドで、多くのリスナーに新たな体験を提供している。その成功の背景には、メンバーの個性と才能、そして彼らが持つビジョンが大きく影響している。まず、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーについて詳しく見てみよう彼らはそれぞれ異なる音楽的背景を持ちその多様性がグループの独自のサウンドを生み出しているリーダーでありメインボーカルの一ノ瀬翔は幼少期からクラシック音楽に親しみその後ジャズやロックにも興味を持つようになった彼の多岐にわたる音楽的影響がナンバーアンダーラインアイの楽曲に深みと広がりを与えている次に 彼らの制作プロセスについて触れたい。n o ーアンダーラインアイの楽曲制作は、メンバー全員がアイデアを持ち寄り、コラボレーションを通じて進められる。各メンバーが自分の得意分野を活かしながら、互いに刺激し合い、新たな音楽的チャレンジを試みる。その結果、彼らの楽曲は常に新鮮で斬新なものとなり、ファンを魅了し続けている。特に注目すべきは、 彼らが最新の技術を積極的に取り入れている点だ AI を用いた作曲やプロデュースライブパフォーマンスの演出など技術の進歩を巧みに活用することでより豊かで多彩な音楽体験を提供している例えば彼らの最新アルバムでは AI によるサウンドスケープの生成を取り入れこれまでにない新しい音楽の世界を作り出している n o ア i の成功は 彼らの音楽そのものだけでなく、そのマーケティング戦略にも支えられている。SNS を駆使したファンとの交流や、オンラインライブの開催、限定グッズの販売など、ファンを大切にしながら新しいファン層を獲得する努力を惜しまない。彼らのコミュニケーションのスタイルは非常に親しみやすく、ファンとの距離を感じさせないところが特徴だ。また、彼らの歌詞にも注目したい。 ナンバーアンダーラインアイの楽曲は、日常の些細な出来事や感情を繊細に描き出すことで、多くの人々の共感を呼んでいる。彼らの歌詞は、単なる言葉の羅列ではなく、リスナーの心に深く響くメッセージを持っている。例えば、最新シングル、明日の風は、未来への希望と不安をテーマにした楽曲で、その詩的な表現が多くのファンに感動を与えている。 ナンバーアンダーラインイのライブパフォーマンスもまた彼らの魅力の一つだ彼らのライブは単なる音楽の演奏にとどまらず視覚的な演出やストーリーテリングを取り入れたエンターテインメントショーとなっている観客は彼らの音楽とパフォーマンスを通じて一つの壮大な物語を体験することができるそのライブパフォーマンスはファンにとって忘れられない思い出となり 彼らの音楽をより深く楽しむことができる。これからのナンバーアンダーラインアイの活動にも注目が集まっている。彼らの次なる目標は、国内だけでなく、海外市場への進出だ。すでに海外の音楽フェスティバルへの参加が決定しており、そのパフォーマンスがどのように受け入れられるのか、非常に興味深い。彼らの音楽は、国境を越えて多くの人々に愛される可能性を秘めており、 これれからの活躍が期待されている。ナンバー・アンダーライン・アイの成功は単なる偶然ではなく彼らの努力と創造性そしてファンとの強い絆によるものである彼らがどのようにして現在の地位を築き上げこれからの音楽シーンにどのような影響を与えるのかそのプロセスを見守ることは非常にエキサイティングである彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願っている クリーピーナッツのブリングバングバングボーンは、そのエネルギッシュなビートとキャッチーなメロディーで、多くのリスナーの心をつかんだ。この曲は、リリース直後から多くの音楽チャートでトップに立ち、その人気は瞬く間に広がった。クリーピーナッツの音楽は、そのユニークなスタイルと高度なパフォーマンスで知られており、彼らのライブは常に満員御礼となる。彼らの成功は、音楽業界全体に新たな風を吹き込み、 多くの若手アーティストに影響を与えている今年の上半期ランキングでの大きな成果は音楽業界における競争の激しさを象徴している同時にアーティストたちがどのようにして自分たちの音楽を進化させファンとの絆を深めているかを示しているナンンバーアンダーアダラインアイのようなグループが4冠を達成するためには単なる音楽の質の高さだけでなく 彼らのクリエイティブなビジョンと戦略が重要な役割を果たしている。音楽業界は常に変化と進化を続けている。その中でアーティストたちは常に新しい挑戦を受け入れ、自己の表現を追求し続けている。ナンバーアンダーラインアイやトモナリクーのようなアーティストはその最前線で活躍し、新たな音楽の可能性を探求している。彼らの成功は、 単に売上やランキングだけで測られるものではなく、彼らが作り出す音楽が持つ力と影響力によるものである。これからの音楽シーンにおいて、ナンバー・アンダーライン・アイやトモナリ・クーのようなアーティストがどのような新しい風を巻き起こすのか、非常に楽しみである。彼らの成功は、音楽業界全体にとっても大きな刺激となり、次世代のアーティストたちにとっても大きな目標となるだろう。彼らの活動を通じて、 音楽がどの,ように進化しどのようにして人々の心に響くのかその過程を見守ることはファンにとっても非常にエキサイティングな体験となるに違いないこれからの時代において音楽がどのような役割を果たしていくのかそれは非常に興味深いテーマである音楽は単なるエンターテインメントの一形態にとどまらず人々の感情や思考に深く影響を与える力を持っている ナンバーアンダーライン・アイやトモナリク空のようなアーティストがその力を最大限に引き出し新たな音楽の可能性を探求する姿勢はこれからの音楽シーンにおいて非常に重要な役割を果たすだろう音楽業界の未来はこれからも多くの挑戦と変革が待ち受けているしかしその中でアーティストたちがどのようにして自己の表現を追求し続けファンとの絆を深めていくのか それが非常に重要ななポイントとなるナンバー・アンダーライン・アイやトモナリ・のようなアーティストがその最前線で活躍し続けることで音楽業界全体が新たな高みへと導かれることを期待している最後に読者の皆さんに問いかけたいあなたにとって音楽とは何か音楽があなたの人生に与える影響とはどのようなものかそしてこれからの音楽シーンにおいて どのようなアーティストや楽曲があなたの心を動かすのか。これらの問いに対する答えは人それぞれかもしれないが、それぞれの答えが音楽の持つ多様性と魅力を示している。音楽は、これからも私たちの生活に欠かせない存在であり続けるだろう。